そして流局となりまして、はい、オーラスとなります。第4局の1本は京卓がまたしても2本の太郎の親番、はい、同じですね。同じです先ほどと、はい、ラスウェアって好きですか、うん、私協会ルールにおいてラスウェアは好きです。あ、そうですか、はい、これ大嫌いなんですよこうなると1000点で命がけで上がる人が2人出てくるじゃないですか、はい、西村と宮崎が1000点上がるとめちゃくちゃ嬉しい人なんで、はい、でも僕ちーちゃ大好きなんですけど、ちーちゃだったら1000点命がけで上がる人っていないから、トンパツから、はい、玉から ね、 そ う、 ですね、そういう人はなかなかいないですもんね、はい、なんで親番があの長くできる可能性が高いんですよ、うんうんうん、なんで僕はラスが引いた瞬間に顔をしかめてますうわーっつってラスがかーっつって、ね、さあドラガーリャンピンです、はいね、これね、もうだって西村と、うん、もうね、しかも並んでるじゃないですか、西村と宮崎が。そうです、ね、宮崎がなんかポーンって言ったら、うん、西村がほら、はいはいはい、ほら、ほら、ね、アシストはできますもんね。クエ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 ってなるじゃないですか、うん、はい、西村はトップになるには、はい、満直の方が近いですかね。羽根も変わらないんで、羽根もダメですか、はいはい、そうすると満直ですけど。なるほど、まあね、満直ってそうそうできないんで、まあ、でも2着で、はい、いいですか、はい、宮崎がリーチすることってなかなかないですからね、うん、はい、宮崎初ポンした時は、まあ、ちょっと協力気味に行って、うんうん、上がってもいいよ、なんか2フローした瞬間にリーチしたいなみたいな、うん、あ、なるほどもうちょっとそこまでは協力してけど、うん、その先はもう手が伸びなかった、進まなかったら打ちに行ってもいいしね、手がいい、攻めて手が良くなってたらもう直撃狙いに行くから、はい、とりあえず1個は泣かせようかな、うん、感じになりそうですね。田之内はどうですか。田之内はあの太郎と12,900点差、じゃあマンツモで3着、はい、はい、うん、ならないのでリーボーが出た後にマンツモですか。12,900、供託がある、じゃあマンツモで、はい、はい、いきます。なんでそんなに田之内は、まあ、とりあえず漫画を作ろうってやつですね、はい、西村はもうちょっと単位落ちてドラドラのダマ点だったら満着できるんで、あ、ありますね、今はねとりあえずイーソー切りましたね、うんうん、太郎ウーピン、ウーピンから来ました、はい、ウーピンのポン形悪いんでね、はい、はい、めちゃくちゃ悪いですね、積極的に、はい、すごい太郎さんらしい仕掛けですね、やっぱこういう引き出しがめちゃくちゃ多い人なんだよね、うん、わー見てください、いいシャンテンですよ、日本チートイすごいダマ点までありますからね、ありますね。でもリーチしたら羽マンで上がりだと西村から出ても2着3着になるんですよ、西村から出ても、はい、羽直なんで、はい、なんでちょっとリーチしやすいですよね。なるほど、はい、宮崎から出た時だけ、うんうんうん、あの供託2本あるから大丈夫ですね、羽直だ、羽マンで上がりはなんでリーチしやすいですね。32,000、そう、西村はドラドラ、はい、倍直でトップになれるかな、そこまで見て、あ、天敗だ、あ、これはただ役がない、どうする、これ行くんじゃないですか、両面先手ですからね、行きましたね、いった、はい、はい、宮崎老朽ピン、あ、老朽層のリーチ、これあの親が泣いてるっていうのはかなり泣きやすいんですよ、親からリーチ色1万2000ってないじゃないですか、うん、そうするともう西村の満直だけなんで、はいはい、親が泣いてるのはかなりリーチ行きやすい要因の一つですね、はい、太郎はウーピンをポンしてます、はい、旧層は3枚山、2枚山ですかね、西村1枚、老層が1枚、ここに2枚、はい、計3枚ですけどね、はい、西村の旧層がちょっと出やすいですね、こちらですね、はいで西村は4,300点差、太郎と離れているので3,900までは打てると、うん、ギリギリ打てる、うん、うん、うわ、テンパした、お、いったリーチだ、これいったリーチ、田之内、はい、初短期のリーチ、名本チートイツ、倍直だとトップじゃないのかな、トップにはなるかな、りますね、いやこれ倍満、裏裏だったら倍満なんで、宮崎ピンチか、ただ初はそこに2枚持ってるので、はい、残りあと1枚、ロッキュスは変わらずと、うん、いやこれ直撃したら激アツですね、激アツですよね、はい、まあ、あの裏ドラ乗んなきゃトップなんで、宮崎が1万2000だったら、あ、そっかそっか、はい、裏乗って、ね、打って裏裏の時だけあのトップがまくられるんで、はい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 、はい、計算してないけど3着ぐらいになっちゃうかもしれないですね、お、太郎はイシャンテン、イシャンテン、はい、これ詰まられたらね、マンツモで変わっちゃうんで、太郎は積極的にいきますね、うん、はい、西村はもうそうするとやめ気味になりますかね、こうなると、まあ、手も進んでないですからね、しょうがないです、ね、なかなかいける手形ではないですか、はい、はい、太郎はイーシャンテン、 G1 とソーズが浮いてますね、初はあと1枚、6球層は変わらずですね、変わらずですね、ローソー1枚の球層2枚、はい、西村もイーシャンテンになりましたね、満直だと、でも満直されるとラスになっちゃうのかな、他のうちに羽直かされるとラスになっちゃうので、ちょっと行きづらくなりましたね、西村、はい、西村は他のうちに打つと、はい、一応ラスの可能性も
まああるはあるんですよね。そうですね、はい、うん、何点差だろう、計算8、16、24、17、まあ多分満足は大丈夫です、ね、うん、この表情苦しい顔抜いてましたね、はい、はい、パワーを切るのが一番安全度が高いんですかね、田之内に、うん、ランゾーとパワーが筋なんでパワーにしましたね、はい、田之内の顔はねちょっと想像によってるのでね、うん、想像はちょっと切りたくはない、はいですね、どちらか、うん、さっき宮崎もチーソー怖そうって言ってました、はい、これでイーシャンテンですね、うん、西村急走使い切りましたね、はい、チーソーが通ったんでシンプルに打つのはチーソーで、ドラン起こったら1スワのリアメリーチっていうのが一番オーソドックスですかね、うん、ただチートエメルだったらウソから、うんうん、ウソ3枚見えてるので重ならない、あ、なるほど、そうですね、はい、ドラ引いた時のためにそっちにしましたね、うん、3番はおー、これでテンパリだ、ローソー短期になりますかね、リアンゾーが筋なのでローソーは宮崎の当たり、はい、はい、そうすると当たりは回避できますね、はい、はい、リアンソーはウソの筋、はい、そうなりますかね、はい、ローソー受けました、ローソーは2人の無水ですからね、うんうんうん、初は1枚の6球層は変わらず1枚ずつと、9層減ったんで、いやこれ切りたくないなあ、でも嘘を4枚見えてるんですかね、そうすると西村シャンパンに当たらないんで、あ、そうですね、ますね、うん、決着がつかない、うん、ドキドキする、うん、3層はのワンチャンス、嘘のワンチャンス、はい、あの西村からのじゃ行きますね、うん、どうせ積まれたら出すんだろうって積極的に言ってます、チューンじゃない、はい、それじゃない、テンパりましたね、ギャンブルですよ、どうするか、ドラがいるかどうかのギャンブルをする、いきました、はい、リアンピンと急走のシャンポン満着変わりますからね、リアンピンがないんで急走が1枚だけ、急走は間違いかぶってます、いや誰が上がるのか、はい、全員テンパしてます、はい、今点数確認してましたね、はい、はい、田の内は初短期、力入ってる、さあ一発西村、さあどうだ、あ、このオーラスは熱いですね、熱いですね、かなり熱い、ペーはない、はい、ドキドキしてきた、いやこれドキドキしますね、太郎、はい、さんだけね急走掴んだらどうするかですね、そうですね、初とかもあとシャンパイなんで、うんうんうん、その辺をどうするかですね、はい、山が短くなってきた、あ、掴んだ、でもこれはちょっと嬉しいですよね、あ、そうです、ね、裏ドラ乗んなきゃ、あ、乗んなかった、裏に挟みました、はい、リーチドラ1 2600-2900 の出上がりです、はい、宮崎そしてトップを確定させました、はい、で西村も裏乗んなかったんで2着で終われたんじゃないですか、ね、うん、なるほどなるほど、はい、はい、さあトップに宮崎、2着に西村、うん、3着に太郎、4着に田之内という結果になりました。スリアルチャンネルをご覧いただきありがとうございます。スリアルチャンネルでは麻雀や人狼の動画をほぼ毎日アップしてます。チャンネル登録はこちらへお願いします。高評価もお待ちしてます。